はい、こんにちは。本日は鉄道ことわざシリーズ第7回目、坊主憎けりゃ今朝まで憎いということわざをお届けします。じゃあ坊主憎けりゃ今朝まで憎いと鉄道会社はどういう関係があるのかということで、これからお話ししていきたいと思います。私のですね、鉄道ビジネスカジュアルは今までは AI に話してきました。でもこの坊主憎けりゃ今朝まで憎いはですね、結構感情が入りますので、私が直接トークするということにさせていただきました。ですね、鉄道会社さんとこの坊主憎けりゃ今朝まで憎いという関係を、明確に言いましたらですね、まず坊主憎けりゃ今朝まで憎いということわざっていうのは、これ日本語のことわざなんですけど、相手が非常に憎かったら相手が持っているものまで憎いと、相手が持っているものまでの持ち物であろうが憎く感じるというのがこの坊主憎けりゃ今朝まで憎いですけど、じゃあ鉄道会社にこれを置き換えた時にですね、どういうことかって言ったら、鉄道会社のライバルが憎かったらその乗客も憎いということを平気でやるような鉄道会社が過去にありました。はい、ですね、最初の事例はですね、これは今存在しないんですけど、阪和電気鉄道という鉄道会社と南海電鉄の、事例でございます。これは南海電鉄が阪和電気鉄道に対して嫌がらせをしたという事例でございます。これ戦前なので、まあ昭和のパワハラセクハラなんでもありの時代だったら、まあ、こんなことって普通なんですけど、まあ、これはですね、非常に、まあ、本当にこれ噂なのですけど、本当だったら腹立たしいことでございます。これはですね、 JR 西日本の阪和線の前身の阪和電気鉄道が、1929年に開通させてからですね、和歌山と大阪を45分で結ぶという高速化に成功したんですね。で、一方南海は海岸を通っているので線形が非常に悪いので、スピードでは非常に劣勢に立たされたんですね。で、まあ、この時に、途中の、浜寺海岸という堺の高石市の方にある海岸があって、ここの乗客を、取ろうとして阪和電気鉄道が今でいう羽衣線というのをですね、まあ、今の大鳥から東羽衣の支線を開通させたんですね。まあ、これは南海にとっても本当に尺に触るっていうかね、ただでさえ客取られたのに、またここからまた海水浴客を奪うということで、そして南海が出した結論、阪和電気鉄道に対して浜寺の海水浴客を、スムーズに行かせないようにしようということです。まあ、簡単に言えばですね、阪和浜寺っていう、当時今の東羽衣っていうのは阪和浜寺という駅だったんですけど、そこから海水浴行くのに南海の線路を飛び越え、またがなかったらダメなんですね。そこに踏切があったんですよ、羽衣駅の手前にですね。で、その踏切を越そうとした時に南海電鉄は徐行運転でゆっくり運転して、乗客をですね、浜寺海岸に、近づけないように、邪魔しようとしたらしいですね。で、これはですね、本当かどうか分からない、これ、皆さんこれ噂なんですけど、証拠がないので私もいろんな文献探したんですけど、確たる証拠はございませんでした。まあ、証拠というか、例えば動画でですね、南海電気鉄道が阪和浜寺のところでゆっくりと動いて、海水浴客が開かずの踏切を渡れないという動画が全くないので、これは証拠では、ないんですけど、証拠がないということです。しかしですね、これが本当に事実なら、まあ、まさにライバルが憎けりゃ乗客まで憎い、
坊主に行くけりゃ今朝までに行くということでございますね。でね、これだけは言っときます。あのいくらその当時が戦前だからといっても、乗客は乗客なのでね、あのライバルが憎いからって乗客を犠牲にするっていうのは、これは絶対やってはいけないことです。絶対あってはならないことだと思います。だからこれは私は南海電鉄を断罪したいと思います。これが事実であればですね。はい、ガキの使いやないですけど、南海電鉄アウトです。本当はお尻叩きたいんですけど、叩く相手がいないので残念でございますけど、はいはい、もう一つの事例をご紹介します。これは事実です。これはつい最近までこれありました。ですね、 JR 東日本の横浜線の東急東横線に対する快速通過の嫌がらせということで、これはですね、東横線が、2000何年ぐらいに特急を新設したんですけど、これは JR 東日本の湘南新宿ラインに対抗して作った特急です。今までの急行っていうのがあったんですけど、まあ、むちゃくちゃこれ急行が遅くてですね、まあ、あの各駅停車って、あの各駅停車 の普通じゃなくて、あの間隔の各ということで各駅停車っていうふうに揶揄されたんですね。ところが東急東横線は湘南新宿ラインで渋谷から横浜までほぼほぼノンストップで行くような列車ができたので、これにはもう焦ったので、東横線の東急電鉄はですね、東横線に特急を新たに新設したんですね。で、特急を新設したんですけど、その特急の停車駅がすごいんですね。当時は中目黒も止まらなかったので、渋谷を出たら、自由が丘、それから武蔵小杉、それから菊名ですね、横浜ということで、まあ、ほとんど止まらないということで、非常にこれ好評を得たんです。で、後になってから中目黒が追加されたんですけど、まあ、それにしても、まあ、要するに どうしたかというと、乗り換えの駅だけを止まらせたということです。で、それで菊名の駅に当時、横浜線の快速が走ってたんですけど、特急が新設されたにもかかわらず、横浜線の快速はですね、菊名をずっと通過させてたんですね。まあ、これは相当な嫌がらせかなと思ったんですけどね。まあ、JR 東日本の、ことか、あの方から言ったのはですね、隣に新横浜って駅があって、そことその菊名の駅は非常に近いということで、快速の速達性を奪ってしまうということで菊名を通過させたっていうんですけど、これは言い訳にはしか過ぎないということです。で、それがよく分かったのが、これヤフーの知恵袋で、相当にですね、どうしてこの横浜線の菊名駅に快速が止まらないのかというクレームとか、住民からのクレームが非常にあったそうなんですね。とうとうですね、 JR 東日本が折れまして、2006年の3月のダイヤ改正で菊名がようやく快速が止まるようになりました。まあ、こういったことをですね、するということで、先ほどの言い訳をすればするほど余計腹立ってきますので、まあ、私が言った JR 東日本アウトですよ。あるちょっとあのヤフー知恵袋を見て、あの質問し、まあ本当普通の一般の人とですね、鉄道ファンじゃない人がこう質問してですね、横浜線の快速電車って菊名駅を通過しますよねと、東横線の連絡駅なのになんで通過するんですか、すごく不自然な感じがしますよと、何か特殊な事情がありますかということで質問を受けてます。それに対してある方からの回答は、JR 東日本がおそらく菊名駅に止めるということは、実は東日本の相手っていうのは他にもいるんですね。横浜市営地下鉄っていうのがあって、横浜市営地下鉄は横浜
新横浜と横浜の間に地下鉄を走らせてるんですけど、そことの競合で、そこと速達性を争ってるので、菊屋に泊まったらその速達性を失うということが、なんかもう一つの理由だったそうです。でもね、これ JR 東日本から言えば、まあ確かに憎いんですけど、あなたたちもね、湘南新宿ラインで東横線からかなり奪ってるわけですよ。だからそこで嫌がらせをするっていうことが私は許せないと思っております。それとね、快速をこう停車駅設定する場合はちょっとわけわからんのが、鴨居とかってなんかあんなとこ止まってるんで、要するに乗り換え駅を止めたらいいんじゃないかと思うんですね。例えばこの八王子から、下っていけばですね、八王子橋本は京王線がありますよね。それと相模線もありますよね。で町田は小田急がありますよね。で長津田、これは子供の国線と、田園都市線があるじゃないですか、東急ので、まあ今中山っていうのがグリーンラインっていうのができまして、中山も、まあ、乗り換え駅になる。まあ中山はもともと快速止まってたんであれですけど、で次新横浜、それから菊名、新横浜新幹線、菊名東横線、東神奈川、これだったらもうストレートなわけですよ。で言い訳も何もなく、いや単に停車乗り換え駅を快速の停車駅にしたということです。で東急の東横線も、特急新設した時は乗り換え駅だけをこう設定したわけですね。だからこういうふうな形でやればいいよ。で東横線が特急止まらなかったのは、中目黒を通過させたっていうのがかなりクレームが来たみたいで、あそこもですね、日比谷線の乗り換え駅なんですけど、東横線最初通過してたんですけど、あとあと東横線中目黒を止まるようになりました。はい。でね、これ鉄道会社さんに言いたいんですけど、まあもう一つのことわざで、一つ有名なことわざがあります。敵は本能寺にありなんですよ。敵はね、鉄道会社が敵同士じゃないんですよ。敵はですね、車でありね、いろいろと他の公共交通機関もあるわけですよ。でさらに言えば、今コロナ禍の中でもう電車乗る人って、やっぱり外出控える人いるので、ね、環境がものすごく変わってるので、あまり鉄道会社同士が嫌がらせをするということは、まあ、やらない方がいいということは私の結論でございます。以上、私のちょっと独断で話をさせていただいたんですけど、これから私が言いたいのは、こういった事例がひょっとしたらこの2社以外、2つの事例以外にもたくさんあると思いますので、もしよろしければ皆さん、視聴者の皆様の方でこういったことがありましたって言ったらですね、こうもう一回第2弾作ってここで断罪したいと思いますので、皆様、ご視聴者の皆様、これからもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。